クラリティフューエルセルは、ホンダ技研工業が2016年3月10日に発売した量産型のセダン型燃料電池自動車、プラグインハイブリッドモデルのクラリティフェブについても、本稿で述べる。ホンダは1980年代後半から FCV の研究開発を開始し、2002年に FCX、2008年には FCX クラリティのリースを行い各種データの 収集を行ってきた。これらの豊富な蓄積を活かし、ホンダ初の量産型 FCV 市販車として、クラリティフューエルセルは発売された。FC スタックのセル出力を従来の1.5倍に向上することで、セルの厚みを20%、数を30%削減し、従来型から33%の小型化を実現。世界で初めてセダンのボンネット内に搭載することで、 大人5人がゆったりと乗車できる空間を確保することに成功している。2015年の東京モーターショーに FCX クラリティのコンセプトを継ぐ車として発表され2016年3月10日発売が開始された。一重点あたり後続距離 750km を実現している。ホンダがリースをしてきた FCX クラリティより 高圧の70波の圧縮水素タンクを採用し、トヨタ未来と共通化を果たしており、水素ステーションの設備の共通化に貢献する取り組みとなっている。2017年4月14日から開催されたニューヨーク国際オートショーで、本社のプラグインハイブリッド版であるクラリティプラグ、インハイブリッドと電気自動車のクラリティエレクトリックを発表し、後者は2017年8月4日から、 カリフォルニア州とオレゴン州でリース販売を開始した。これによって世界で初めて同一プラットフォームに f e ブ、EV、燃料電池車という3種類の電動パワートレインを採用した車種となった。日本では全車が2018年夏から導入する予定であると東京モーターショー2017で発表され、2018年7月19日にクラリティフェブの車種名で 翌20日から発売すると正式に発表された。2019年12月18日、一部改良をした2020年モデルをアメリカで発表。車両接近通報装置、寒冷時のシステムの起動性能が改良された。前景後継タクシーとしての使用例。ありがとうございます。